今回はね、こちらのレゴを組み立てていきたいと思います。まず、袋をね、開けていきたいと思います。じゃらじゃらじゃら、こんな感じで、ということで組み図に、ね、従って組み立てていきたいと思います。スカイです。今回はこちらです。レゴなんですけど、ちょっとこの時期になってはすごく申し訳ないんですが、12月からね、1月の頭にかけてレゴランドの方でイベント、クリスマスのねイベントやっておりまして、そちらのね限定のレゴになります。で、こちらは年間パスホルダー限定のレゴになります。今回のデザインが機関車かな。今回はね、こちらのレゴを組み立てていきたいと思います。ということで、早速組み立てしていきたいと思います。はい、早速ですね、まず、袋をね開けていきたいと思います。ジャラジャラジャラ、こんな感じで、パーツの方は割と多いかな。前回の、ホットドッグスタンドに比べると割と多いですね、パーツの方は。はい、こんな感じっすね、組み立て図が。ということで、組み図に、ね、従って組み立てていきたいと思います。完成しました。レゴね、レゴの機関車完成しました。ということでね、レビューしていきたいと思います。すごい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 、めっちゃ動く。すごい。はい、ということで、こちらね、レゴランドのね年間パスホルダー限定の、レゴですね、そちらの方ね組み立てました、こちらが12月と、まあ、1月の頭ですね、あのクリスマス期間のみで販売されてるレゴになります。で、こちらが500円ですね、1パック500円で年パスホルダーの方は買えるものになっております。これこのさ、クオリティで500円ってすごい安いよね。結構なクオリティですよ、これ。あのね、かなりね稼働する域が広いんで、あの普通にこう、うわ、めっちゃ小回りも効くし、すごいよね。これ500円ってすごい値打ちあると思います。季節ごとにね、本当にレゴランドはオリジナルのレゴが出ますんで、定期的にねまた買ってレビューの方をねしたいと思います。これ500円はすごくあの気に入ってますね。あのめっちゃ大満足ですね。めっちゃ可愛いし、しかも可愛い、可愛いよ。で、これね荷台がついてて、ここに荷物をね、
入れれるんですよね。すごい可愛いですね。まあ、こういうスペアがねついてるんですけど、まあ、こういうのもねもう乗せちゃってこうボリューミーな感じで楽しむっていうこともできちゃいます、ね、すごく可愛いですね。ね、ぜひねこう季節のねレゴなんかをね、楽しみながらレゴランドの方を楽しんでみてはいかがでしょうか。ということでね今回はレゴランド限定のレゴの方を組み立てて紹介させていただきました。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録の方と、グッドボタンの方をよろしくお願いいたします、今回はこの辺りで失礼させていただきます。